ホームチャンネル。はい、那覇空港の今一番上のレストラン街、今からちょっと歩きたいと思います。2018年版。まず値段の感じですね。オムライス、カニクリームコロッケ、1480円。ハンバーグとか1680円、ステーキ2380円。友達This is the final call for Jetstar Flight 350. アグ豚とか1800円、2100円。沖縄そばのセットでも1580円。中華料理、味噌ラーメン1100円、普通の塩ラーメンも880円。まあ、880円の塩ラーメンあたりはいいんじゃないでしょうか。チャーシュー麺1100円。あ、この辺はうなぎが入るんでちょっとあれですね。わさび味噌せいろそば950円。シンプルなこの辺でもカレー南蛮とかは700円。わさびそばとかこの辺はですね、良心的な。ここは回転寿司みたいです。値段はちょっと分かんないです。書いてありますね、回転寿司。あー、分かんない。340円とか。あ、この辺340円とか210円、こんな感じですね。サーモンとか210円、一貫。こっち側は結構中華とか高級感ある方だと思います。向こうはサンドイッチとかファミレス的な。あ、でもうどんそばあるな。ソーキそばセットセットで、まあ、ここ良心的じゃないでしょうか。なかなか、あ、きつねうどん750円とか、こういうソーキそば900円。まあ、1000円以下でこっちは食べられます。ざるそば750円とか。で、この階がレストランですね。で、こんだけフロアがこう1、2、3で、今3階なんですけど、一番下の1階はお土産ですね。お土産関係で、2階も物販かな。 2階もなんかああいうキオスクみたいな、そういうのがあって、で3階今からファミレスとかサンドイッチとか、あっちの方が軽食系だと思います。なんだかんだいつもワインのなんかやってますね。世界のワイン。
でクレジットカードのなんか受付とか、明日も一応ちょろっとしたあのレストランはあるかもしれないです。2階とか。ケバブみたいな、サンドイッチか、完全にこれサンドイッチ専門店ですね。まあ、結構ボリュームはありますけどね、ビーフカツとか。これ一人で食べたら結構もう一皿で結構腹きつくなりそうな感じで。安いですね。沖縄そば単品670円、そばセット950円。このまあまあ安いんじゃないでしょうか。やっぱこの空港で安いの食べるときはこの沖縄そば系のそういう店の方がいいと思います。ソラシドエア45便 ANA 3740。グルくんの唐揚げ。まあ、この辺も沖縄そば、やっぱ大きい空港で最安はそばですね。そば屋の沖縄そばのセットとか。ここはあのスパゲティとかピザ系です。こういうちょっとこういうピザ。あ、でもこれランチセットこれ安いですね。これ安いと思います。400円。あ、プラス480円、セットだからこれプラス480円ってことですね。高そうな寿司。海鮮丼1650円、サバ寿司1100円。おお、すごい、うまそうだけど2000円、1700円で、ラストの店はそば寿司1600円、そば1600円、ビビンバ1400円、1500円、握りセット。身の回り品、またお土産などお忘れ物のないようお確認をお願いいたします。本日はとりあえずこれセット。ということで、ちょうどこのフロアがですね、基本的に3階なんですけども、ずっと、まあ、さっきのレストランがあるフロアです。で、この下はまあ、ちょっとしたファーストフード系ですよね。あの2階はファーストフード系がいくつかあります。ということで、3階の沖縄の空港、飲食店行きたい方はですね、これぐらいの値段で食べられるということで、一番安いのは沖縄そばです。値段重視で安いものを食べたい方は沖縄そばを食べてください。以上、沖縄の空港のレストラン街からでした。はい、2階のフロアはこんな感じで、マッサージのとことか、ちょっとしたこのキオスクがこちらのコーナーにあります。ここもでも弁当は買えます。こんな感じで意外と安い、310円ぐらいで弁当は買えます。ソラシドエア45便 ANA 3740便石垣。
場所はここです。2階にはこのアイスクリーム屋とかこんな感じのカフェみたいなのあります。ここでもサンドイッチとかちょっとした軽食が食べられます。エスプレッソ&カフェコーヒーで、ここはこのバーガー屋ですね。